こんにちは、高齢者体操 TV。 今回もキューピーさんのスタジオをですねお借りしまして、ご案内していきたいと思います。それでですね、早速やっていきたいと思います。で、今回ご案内するのはですね、転倒防止ではなくて起き上がりの方をですねやっていきたいと思います。で、実はですね、ご高齢の方々の場合ですね、普段椅子やベッドの生活が多すぎて床に寝てないという方、そしてお尻をつけているのもですね、してないという方いらっしゃいます。なので、ちょっと床にですね寝るとか、お尻に床にお尻をつけるとか、そういったですね動きをですねぜひやっていただければなと思います。そして今日はですね、そこを早くやるというのがポイントになりますので、ご案内していきたいと思います。では早速やっていきましょう。はい、それでは、早速やっていきたいと思います。で、今からやる動きはですね、立ち上がりを早くするというのが一つポイントになります。はい、で、お尻そしてですね寝転がるということをなかなかやってない方いらっしゃいます。なので、十分気をつけてやっていただければと思います。では早速やっていきます。まず寝ます。で、最初はですね練習の意味も込めて、ゆっくりやってみてください。ではいきます。はい、とこんな感じですかね。はい、で、まずはですね横向いて、それから立ち上がる方が多いんじゃないかなと思いますので、そこでやってみてください。では次やっていきます。ちょっと早く立ってみます。いきます。はい、こんな感じですかね。はい、で、今やったのですね、自分自身ではよくわからないんで、ぜひですねストップウォッチなんかでも測りながらやっていただくのも一つありかなと思います。はい、いかがでしたか。早く起き上がるという動作もとても難しかったんじゃないかなと思います。まずはですね日常動作の一つ一つの動き、少し素早くやろうかなというふうに心がけるだけでも違うと思います。ぜひ継続して行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。